それではお三方からお話を伺ったところで、次のトークテーマ参りたいと思います。今日のイベント、自分はかなり輝いてると思う。今日ここまで自分はかなり活躍しているぞ、私は俺は輝いているぞと思う方はボタンを押してくださいね。もう他の誰より自分が最高という方はぜひ押しちゃってください。すごいですね、これ。それで押せる人いますか？さすがながら押せないですよ。だってつけ良くない、良くないよ。さてさて、このお三方の中に宮野さんが入っているのが、かなりあの会場的にはもう宮野さんは3分の1に入っている感が。いやおかしいおかしいおかしいよ。みんなに聞いてみようよ、誰が押したかというやつをさ。誰だと思うの、美香子さん、誰だと思う？それはやっぱり自分でしょって。押したんだ。もうなんかいろんなものがダダ漏れ。押したの。ツッコミがおかしいです。お客さんからのツッコミがおかしいです。自分だろうって言われました。あー面白い。奈良さん誰だと思うんですか？そうですね、やっぱおかしいよね、やっぱ自分って言ってくる人がおかしいよね。自分って、いやでも私はやっぱ美香子ちゃんあたりがちょっとね、やっぱかなりね、輝きを、あのお立ち台に立った瞬間から輝きを増してるから。確かにね、そう、お立ち台は私のもんだ的なね。そうこのなんかすごい圧があるよ ね、やっぱね。そう、輝いてるなと思って。いや僕はやっぱ美香子さんだと思いますけどね。でも3人いるんだよ。そうですよ。いやそうですけど、でこれで出た人たちがみんな押してたら面白いじゃない、名前。誰だと思いますか？タケタツーは私はタケタツーは。そうですね、堀江さんなんかやっぱ押されたんじゃないかな。何してんですか、堀江さん。堀江さん何をされて。イチャ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 イ。ごめんなさい。あのね。イチャイチャし始めた。イチャイチャ。いや、あの、私は、ゆうきさん意外としてると思う。あ、押してる。つけた。なるほど。なんか、さっきも、一応、ベストカップル、パートナーか、ベストパートナー、選ばれた、カップル。一応って、ゆいちゃん。一応って言われているよ。ごめんなさい。じゃあ、そんなゆうきさんは誰だと思いますか？押しました。押したんだ。押したの。欲しがりちゃんね。なんか頭からイベントを思い出して押したことを後悔してる。でもなこの後暴走するらしいですからね。小清水は誰が押したと思う？私ですか？誰？あれ？私誰が押したと思いますか？私は間違いなく。あれ？私は間違いなく宮野さん。あ、じゃあもう出揃いましたね。美香子さん、宮野さん。宮野さんだって。宮野さん。いや、宮野さんも美香子さんも両方押してると私は思います。じゃあもう正直に言おう。押したの誰？予想通りじゃん。探偵になれる。なれる。予想通り。ウケるし。バカみたいじゃないの。完全に当てられちゃってるじゃない。恥ずかしいよ。バレてるぞ。じゃあ次行こう、次。当てられちゃうの、これ。ありがとうございます。会場の2000人の皆様、ぜひ、お三方の今後の活躍にご期待ください。